こんにちは、トミです。今日はもう秋ということで秋メイクをしていきたいと思います。最後までご覧ください。はい、ではメイクをしていきます。今は下地、ファンデーション終わっている状態なので眉毛から描いていきます。もう眉毛は私の動画を見ている方はおなじみのRM系、すごいもうハゲてきちゃってるんです。パウダーアイブロウ M を使っていきます。筆も博報堂の8122を使っていきます。ちょっと時間かけながら描いていきます。眉山から乗せるような感じ。過去に眉毛の動画とかも出してるので詳しくはそちらをご覧ください。はい、そしたら眉マスカラを塗っていきます。てちゃん、チェックしたの？眉毛はこんな感じです。しっかり太眉が好きです。はい、では次、今日はアイシャドウをちょっとツヤっぽくラメとかが入ってるアイシャドウを使いたいと思います。まずはナーズのアイシャドウベース、薄く塗っていきます。ちゅっちゃん来た。薄く塗る。今日使うのはナーズのオーガズムのパレットを使います。色味はこんな感じです。アイホール全体にのせるのがこちらの色味をのせていきます。最近は筆で塗ることが多いです。ちょっとゴールドがかっていて、でもゴールドすぎないのでのせた途端に肌なじみがすごいいいです。ゴロゴロしてるラメじゃないのでそんなに派手じゃないし、程よいツヤ感というか、それがすごい私は好きです。こんな感じ、のせた途端肌なじみがいいの分かりますかね。優しく全体に塗ります。分かるかな、こんな感じ。そしたらさっきの同じパレットのここの色味を二重幅にのせていきます。最近筆を新しく買いました。こんなにたくさん入ってるやつ、めちゃくちゃ種類入ってる。これはクスプラスのものです。でこのラメ、ブラウンのシャドウもさっきよりちょっとラメが入っていて、グラデーションにすごい使いやすいですね。塗っていきます。ちょっと二重幅よりはみ出るかなぐらい、こんな感じ。発色がいいのでちょっと塗りすぎちゃったかなって思ったら手でなじませるとすごい綺麗なグラデーションになります。光が出てきた。はい、こんな感じ、こんな感じです。はい、そしたら今日はやっぱり秋メイクなので次にこちら RMS ビューティーのアイポリッシュラッキーアイカラーを少しだけのせていきます。こんな感じでのせるとすごいツヤが出るのでめちゃくちゃ綺麗な質感になります。これを少
し上からのせていきます。こんな感じ、こんな感じです。反対側も、すごい、さっきと違いわかりますかね。ちょっと光の加減ですごい綺麗に見えますね。はい、で今度は下まぶたにのせていきます。下まぶたはさっきのナーズのパレットに戻って、この今度はこの色味を下まぶたに薄くのせていきます。ちょっとだけピンクオレンジみたいな、ピンクが入っていて、ブラウンとの相性がすごくいいです。私囲みメイクがやっぱり好きなので、こんな感じかな。はい、こんな感じ。やっぱり下まぶたにちょっとピンクを入れるとすごい目がジュワッとして可愛いですよね。普段は結構このくらいなんですけど、今日はさっきのここの色味もちょっと目尻に足していきます。そうすると締まりが出て目がくっきり見える。このパレット本当に優秀なんですよね。めちゃくちゃすごい最近よく使ってる。でこんな感じ、ちょっと程よいツヤ感もあって大人っぽいし、でも可愛らしい目元になりました。はい、では今日はマスカラはしないです。あえてチークとハイライトをしていきます。チークはこちらの3のシマリンググローデュオ02番。これはもうずっと前から使っていて、結構ちょっとあんまり見せられないんですけど、綺麗にこっちのハイライトの部分がないんですけど、今日はこっちのブラウンの方をチークとして使っていきます。これすごいもう皆さん知ってると思うんですけど、のせた感じがすごい肌に密着感があって自然なんですよね。すごい、私あんまりピンクのチークとか濃いチークがあんま好きじゃないんですけど、こういったブラウンのチークはすごい私の肌に合ってる気がする。ほんのり血色が出て肌の色味がすごく良くなるので、これを優しく指で目の下あたりにのせていきます。ちょっとこうやって入れるだけでも、なんていうの、肌をきれいに見せてくれるので万能だと思う。これはたまにアイシャドウでも全然使うことがあります。はい、こんな感じになりました。で今日のハイライトは今日はこっちにします。シャネルのフォームエサンシエルトランスパランフェイスカラー、こちらを使っていきます。眉毛の上とか目のこの辺、光に当たって綺麗に見えるところ、凹凸があるところにのせていきます。私はあんまり鼻にのせるのがそんなに好きじゃないので、たまにのせるんですけど、この辺りにのせてポンポンポンってやると自然になるので、こんな感じかな。すごいこのツヤ感わかりますかね。すごい光が当たった時にめちゃくちゃ肌を綺麗に見せてくれるんですよね、うん、で今日は、まあ、これだけでも十分なんですけど、ちょっとやっぱりラメ感が欲しいので、でプラスこちらのナーズのオーガズムのこっちのハイライト、すごい細かいラメが入っていてめちゃくちゃ綺麗なんですよね。これをさっきの上からちょっとだけのせていきます。このラメを優しくのせたところにのせる感じ。
そうするとすごく、これかな、ラメがめちゃくちゃ綺麗に見えて、本当に綺麗に、わかるかな、綺麗、うん、やっぱすごい綺麗だな、これ。こんな感じです。光に当たって、わかりますか。そう、これすごいおすすめ。本当にこの反対側のこっちのチークと混ぜてももちろん可愛いです。はい、ではリップです。まずはこっちのオーガズム、ナーズのオーガズムのリップバームを塗ります。若干あんまりあれなんですけど、若干ほんのりピンクです。で、このリップバーム塗った後に、これがめちゃくちゃ可愛いんですけど、まずめちゃくちゃパッケージも可愛いんですけど、秋っぽくて、これはシュウ上村のルージュアンリミテッドアンブリファイド598です。秋っぽいオレンジって感じで、マットな質感なんですけど、目元が今日は結構ヌーディーな感じで、唇もプルプルするちょっとやりすぎ感があるので、口元はマットにしたいと思います。色味がこんな感じありますか。すごい綺麗なオレンジ、程よく赤みが入ってるので、めちゃくちゃ可愛い。ちょっと実際に塗ってみます。これ発色が良すぎて、ガーって塗ると本当にすごく色が出るので、ちょっとだけ塗って、あとは指で押さえる感じが私はすごい好きです。ポンポンポンって、かわいい。すごい絶妙なオレンジで上品な色味なんですよね。で、最後ちょっとだけティッシュオフすると、すごいかわいいし、マットなので、あの、落ちにくいですね。持ちがいいです。すごく最近はこればっかですね。他にも色があと3種類あるんですけど、ちょっと秋はこればっかりつけてますね最近は。他の色も紹介したいんだけどな。またこれは後で違うメイク動画の時に紹介しますね。これ、他の色味もあってめっちゃ可愛いです。はい、完成かと思いきや、ちょっとだけ忘れてたので今日はカーキのアイライナーを引きたいと思います。これはローリーウィンクのものです。これはすごい引きやすくて、目尻だけ、全部に引くんじゃなくて、目尻だけちょっとだけ、もう塗ってるか塗ってないか分かんないぐらいのところで塗ります。私黒いライナーがあんま似合わないので、カーキとかブラウンとかがすごい好きです。はい、光るかな、分かんないかな、こんな感じ。はい、完成しました。はい、いかがでしょうか。久しぶりに秋メイクをしてみました。やっぱり季節が変わるとメイクもファッションもちょっと変わりたくなるので、またメイク動画もたくさん出したいし、週間コーデ、秋の週間コーデも近々撮りたいと思いますので、よければそちらも見てください。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。インスタ、ツイッター、TikTok もお待ちしてます。また次の動画も見てください。バイバイ。ちょっといつもより、なんだろう、アイシャドウじゃなくてアイライナーを引きたいと思います。